どうも、安部です。ということで今回ですけども、私一人ということはどういうことかと言いますと、そう、ドッキリでございます。ということでですね、皆さん、エレン王というね、花尾が作ったブランドのね、動画のことを覚えていますか？なんでお前そんな音なんねん、お前。空気読めよ、マジで。あの動画の中で僕こういうこと言われてるわけですよ。電眼はエレン似合わないですね。なぜかというと、髪の毛が全然育ててないからと。ひどいこと言ってくるわけですよ。ということでですね、私、電眼、髪の毛、育たせてみようと思いますということで、今回やっていきたい客、電眼の頭に鳥住んでるドッキリということでですね、こちら見てください。こちらに小鳥さん用意しました。で、ちょっとね、まだ買ってないんですけど、うずらの卵っていうのもね、卵も用意します。で、それを声の偽企画と言ってですね、その偽企画中にですね、僕の頭にね、忍ばせて買って、いつ気づかれるのかというね、僕の髪の毛がこういう感じでくるくるだからね、バレないんじゃないかということでね。でですね、こいつらには実はストーリーがありましてですね、鳥といえばレベル1、卵です。ということで最初ね、偽企画中、僕の頭の中には卵がいます。それで卵が終わるとどういうことが起きるか、レベル2、卵が帰りますということで、小鳥たちをここで飼いますと。で、レベル3、鳥がなんと自分の意思を持ち始めます。その自分の意思を持ち始めた結果、どういうことが起きるか、このヒナがですね、自分でですね、巣立とうとします。巣立とうとして自分の巣に戻るっていう、これが一番ね、危険なんですよ。そしてレベル4、仲間を従えるということが起きるわけですよ。むしろ気づかれに行きます。だから明日もね、最後全部つけて、こいつら全部つけて挑みに行きます、あいつらに。で、キムはね、これを知ってるんで、キムに明日ホエーの偽企画を持ってきてもらって、そして巣立てたら俺の勝ちということで、メイキットパスボーウィズ巣立ちの歌。はい、ということで、今実はもう企画やってるんですけど、その企画の途中でもう入れ込みたいと思います。まずはレベル1、鳥の巣の中でゆったりゆったり温めたヒナの卵、そう、うずらの卵を、まずはね、頭に埋め込みたいと思います。レベル1、レッツゴー。2個卵を僕育てます、今から。こんな感じ。もうすごいね、すごいわ、これは。分かってる？全然分からへん、すごい。ということで、うずらの卵、レベル1、レッツゴー。絆はどこへ？絆はどこへ？絆はどこへ？ありがとうございました。お疲れ様でした。農壇行伝サビザンじゃ。全部入ったこれ。入れたのか。入れてほしい。たくみくん。あ。お前がやったらなんか考察しそう。やめろって。あ。この部屋、ドルチェ&ガッパーナの匂いがする。ガッパーナの匂いする？ほんまにバレへんから、レベル2、ヒナが帰ります。ヒナ返しましょう。これバレそうやな。いける、いくで。うん、じゃじゃ、後ろ見られたらあかんわ、やっぱそれ。後ろ見られたらあかん。うん、座ってください。皆さん、大富豪って知ってますか？あー、はい、なった大富豪、なった大富豪って、結構ローカルルールがたくさんあると思うんですけども、これ、うちだけのローカルルールっていうのを出し合って、それで大富豪やってもらおうと思います。なるほど。人数多いけどね、結構シバリング、えい、小林。えい、小林、マジでさ、今日4匹ぐらい倒した。僕ももう、自分の体に小林を叩きつけますね。はぁ、こんな多い。革命とか一旦入れときますよ、普通に。だから革命、救急車、66B、中二爆弾、うん、あと一つですね。中二爆弾、スン君の方が早かったから、スン君から。はい、時計までいきましょう。はい、どうしよう。時計さん、イレブンバックもないんだよね。時計さん、ごめんなさい。やばいっすね。
あのさ、俺お前より5個ぐらい上なんだけど。ちなみに7個上です。7個か。まあ、でも俺人生30代が一番楽しいと思ってしょ。お前らまだまだだ。あっぱれ。おい、パーサー。13歳みたいな。もっと低くす、5歳ぐらいさ。いや、お前ちょっともうわかんないから。早出せ、早出せ。はいっす。はい。本名さん。うん。一番。おお。え、順位はまた。わあ。なんだなんだ。順位。おい。必勝。他のツーリブを排除しようと。他のツーリブ排除だよ。弾圧だこれは。出したもんなこれな。終わるのか。出す。だが。八切りじゃない。矢切りじゃない八。ならば、よかろう。あ、危ない。でもちょっと割れんかったんで、次行きたいと思います。じゃあ次はね、レベル3ということで、こいつをね、これやっていきます。では行ってきます。やば、それ。お、ダイソー、ダイソー変わります。実質最強。これ実質最強だわ。えい、かわいいなんて。サンダボ。え、みんな見せてこうぜ。パス。わっ、はい、攻めてきた。ってたか、お前。きっしょ。ナッシング攻めてきた。ってたか、お前。きっしょ。ナッシングヒューマンライフ。隠し持ってたか、お前。流れます？流れます。あ、違う、いいね。ジョーカーまだ流すはずなんですけど、妨害にめっちゃ重くない？いやいやいや、今出してくれ。1が流れますね。流れません。もう2位ないんで。みんな1ダッシュだ。あー、あー、あー、まさかの。うわー、マジかー。ありがとうございます。うわー、マジかー。ありがとうございます。じゃあ、今日の方はこの辺で。ありがとうございました。ありがとうございました。どうすごめん、ごめん。これもう一回埋め込んでほしい。やっぱりこれ無理すぎる。あの、マジでバレそうやった。ほんまに。バックの動画上がってる。歌ってよ。私も一緒に名前考えました。笑った。やばい。21世紀を提案したの。その要素。トリキありやな。トリキ久しぶりっすね。でも俺、ハマって昔よくトリキ行ったけどな。久しぶり。ピヨピヨみたいな感じで行ったでよく。花の色は別にいける。雲の影。え、これ歌ってない？小学校の卒業式で。すだちの歌っていう。知らんけど僕は知ってますね。すだちってあの…ラムじゃなくて。そんなわけないよ。卒業しないから。すだちの歌でも結構あれっすけど、ね、あんまなんか有名じゃないっすね、割と。てててててて雲の影。20回ぐらいはやったで。鼻緒はマジで気づかん、ほんまに。ということで、仲間従えてあいつらに攻め立てたいと思います。レンガンの頭取り住んでる時、クライマックス最後、行ってきます。お前、レンガン。そう、関係なんて行こうと思って。どうだろう、互いのせい。すげえ。ということで、はい、ずっとレンガン頭で取り育ててるドッキリでした。マジ、え、どういうこと？イエーイ。ということで、実はですね、さっきここで大富豪やってる間、僕ずっとここで取り育ててたんですよ。え、嘘。ずーっと。え、どこにいたん？気づいてた人。知らん。あ、待って、でもずっとなんか白いのが見えてた、頭に。え、さっきのすだちの歌とかヒントでは。そう、ヒント、全部ヒント。あ、全部ヒント。あの、だから鳥貴族行こうよとか全部ヒント。え、そう。全部ヒント。全部ヒント。無理だ。でもそれ、動画もちゃんと時系列であげれば視聴者の人も気づくんじゃないですか。あ、気づくかもしれない。いや、ほんまに気づくかもしれない。なるほどね、誰かがね。この辺気づいてんちゃうかなと思って。全然。なんかね、なんか黄色いのは、そう、頭の片隅にはあるんだけど。天狗さんならありえそうだ。お前なめんなよ、お前。信頼、信頼が。
夏の声の新作グッズが出ました。8月3日から8月16日までの期間限定で販売です。概要欄チェックしてねー。